まさか貴様バカな。ジッパーでお前をこの列車から追い出せる。老化さえ解除すれば5人の部下は復活する。娘も守れる。外は時速150キロだぞ。ブチャラティ貴様。あんな重傷じゃもう兄貴は助からない。息を引き取るのも時間の問題だ。何よりも困難で幸運なくしては勝てない戦いだった。次はお前の番だ。全ては俺がおめえにここで兄貴への償いをさせることで俺たちの任務は終了する。兄貴の覚悟が言葉ではなく心で理解できた。ぶっ殺すと心の中で思った時はすでに行動は終わっているんだ。こいつのこの面構え、さっき食堂車で見た時こんな目をしている男ではなかった。兄貴が言っちまう前に兄貴の目の前でよ償いはさせるぜ。よし。
ヤシの俺はお前にあれと俺は見守っているぜ兄貴。許せねえ、うん、兄貴をこんな目にした俺は絶対にやらせろ。直接だ。
殺してやるってさ。終わったか。俺は、俺じゃ、ギャングの世界で。このままで済ませるわけにはいかない。直線だ。オジロチップ。はい。オジロチップ。辛いだけ。俺は死ぬのか。だがただじゃ死ぬのか。死ぬ前にこいつ、いつの間に亀を持ってきやがったんだ。亀ごと中の俺の仲間を叩きつけようってのか。俺はもう死ぬんだぜ。何をやったってそうはねえだろ。おめえの心に部下を失ったという絶望を残してくたばれるんなら、俺は喜んで亀を叩きつけてやるぜ。さっきお前の目の中には固い決意を持つ気高さを見た。だが落ちたのはただのゲス野郎の心。落ちるだって。落ちて砕けるのはこいつらの方だ。アリーベデルチ。